はいどうもお疲れ様です。水曜日の動画更新になります。10月25日、6時30分になりますね。で、今回のテーマは、明日、明後日に備えようということでございます。えっ、ー、と、月か水とね、動きの少ないまんま来ましたけども、ボラティリティは上下で30ピップス未満ですね。すごく少ない動きでした。だから、ここで利益を取るのは非常に難しいと思いますんで、あのー、あらかじめね、木曜日、金曜日に、 照準をを絞っておおきまましししょうってことをお伝えしましたなぜなら水曜日の深夜から朝にかけて材料が入るからですこれによって木曜日金曜日っていうのは相場が多少ね荒れますんでその反動を持ってテクニカルを使って利益をねかすもつっていくっていうことができると思いますご覧のように日足を見ていただくと直近何日かってのはほとんど動きがないですよねこれではね利益を取るの不可能ですよこういったボラティリティのさだよ私たちは上下の動きでもって利益を出してますからね で4時間の方を見てみましょう多少拡大するんで動きは見えてくると思いますけどもそれにしてもね寝動きっていうのはこのぐらいいしかないわけですようんだこれだとね利益を取るポイントっていうのは非常になくって特に昨日は突発的にこういう動きがありましたんであの下落の予兆に気付いた方とで反発して上昇することをねちゃんとヒゲによって判断できた方っていうのは、まあ、多少ね 上下で利益を取ることができたと思いますけども、大抵の方は見てるだけっていう風になっていたと思いますし、私もそれを進めていたんで、この今書いた値動きの間で利益を取るのは難しいよねっていう風な、そんなあ月曜日、火曜日を過ごしだったと思います。じゃあ水曜日どうすればいいのかってことなんですけども、水曜日の1時間を見てみますね。えっ、ー、と、この図の中で大事なのはあー、この辺に上の抵抗があるってこと、149円の900ですよね。 で、下の抵抗ってのはここら辺ですよね、えー。で、上下がだから20ピップスぐらいしかないわけですよ。こうなってくると。で、昨日は下落の予兆ができた、出てたんで、それに気づいた方はセルで取れてたよねって話をしましたけども、逆に働く動き、この下のヒゲが並んでるところで上昇の予兆を感じた人っていうのは、結局レンジに戻っていく、この間も取れていたってことになります。で、ここからなんですけども、 同じようにレンジオプションで、えー、前回ね、えー、FX オリアル比をご覧の方っていうのは、ここで今セルを入れたっていう瞬間でポジションを持ってるところだと思いますけども、今多少含み液を取ってるわけなんですよ。10ピップス前後ね。で、ここからご覧になってる方っていうのは、まあ見てるしかないと思いますけども、このレンジオプションをね、もう一回思い出してもらいたいなっていうとこです。で、そうなってくると、レンジオプションのこの、この辺りで来た時っていうのはセルを入れてもらいたいんですよ。そうすると、 少なくともこの間ってのは利益を取ることができますからね。ここまで。これを狙っていくのと同時に、それでもちょっと難しいな、タイミング取れないよとかリスク取れないよっていう方は、今日はもうちょっと我慢してですね、月火水は我慢して、木曜日から仕掛けていきましょう、ね。木曜日から仕掛けていくために、このレンジってのは有効になってきます。というのが、今後始まる、今夜から始まる材料によって、このレンジを大きく超えて、下に行ったり上に行ったりすると思うんですよ。 どっちに行くかは分かりませんけどもね。ただどちらに行ってもその反動で利益を取ることができますからそのためにね心の準備をしておいてくださいってことになりますえ。そして月か水と生活回りとかその他の用事は済ませておきましたか木曜日金曜日はトレードに集中しましょうねってことになります。はいじゃあ材料の方を確認していきますよ。はいえっと水曜日ですね。水曜日は 23時からご覧のような材料が入ってきて、で、29時35分、朝5時にはパウエルさんが何か言うということで、えっと、水曜日自体は、あの、本当に寝動きの少ない中見ていかなくちゃいけませんけども、木曜日に寝動きが大きく跳ねたところからスタートするっていうのは大いに期待できるでしょ。そうなるとその反動で利益を取ることができるのが木曜日です。さらに木曜日の夜っていうのはまた材料が入ってきて、ラカルドさんもね、お話します。そうなると、今度は金曜日も、 荒れた状態の反動で稼げるっていう期待ができるわけですよ。大いにこの2日間、テクニカルを駆使して撮っていきましょう。はい、それではお疲れ様です。